どうも皆さん、こんにちは、ミネットです。さあ、中古で買った飛び出す動物の森に神データ存在するのかしないのか、ついにですね、今回をもちまして10万円分の飛び森、すべて紹介し終わりますということでね、これを含めて残り2つになってしまいました。ぜひね、この2つのうち、どちらか1つでもね、できれば2つ、神データが見つかってほしいところですね。やっていきましょうか。お？あー、やばい、最後の最後に。マジで言うてんのか。いや。まあ、待て。もう一個あるから。大丈夫だ。これ最後だからね、10万円分の飛び森シリーズ。というわけでですね、このデータがこの10万円分の飛び森シリーズ最後のデータになります。いやもうね、最終回を締めくくるのにね、かなりいいデータを引き当てたいところなんですけれどもね、行きましょうか。あ、え？雑草が生えてない。ちょっと待って。これ雑草が生えてないってことは、もしかして？こんなことってある？え、マジっすか？これ、最終回なんですけど。いやー、まあ、こういう日もあるでしょうね。そして、そっと閉じた。いやー、というわけでですね、まあこの10万円分の飛び森シリーズで、多分このデータが一番神データだと、僕の中で思ってるんですけれども、いや、まさかね、最後の最後に2個とも初期化のデータとはね、ついてないなという、そういう最終回を迎えてしまったわけなんですけれども、まあ、あの10万円分の飛び森からね、結構な量の神データが見つかりましてですね、ちょっとそれをまあ、またまとめて皆さんに紹介できたらなと思ってるところでございます。あとね、これ結構言われたんだけど、これ無限増殖バグ使ってるんじゃないかとかいう話が出てて、まあ俺も若干それ思ってたんで、ちょっとそういうのもね、あの皆さんで検証したりとかしようかなと、そういうのをね、ちょっと思ってたりするのでね、あのお待ちいただければなと思います。何？なんか、あ、座ってんのか。びっくりした。動かなくなったから、ビビったわ。まあ、というわけでですね、この10万円分の飛び森シリーズも、今回で最終回を迎えたということで、まあこの10万円分の飛び森シリーズはね、終わりを迎えてしまったわけなんですけれども、また何かしら、あの4万人とか突破した時にまたね、あのこの中古の飛び森シリーズを続きやっていきたいなと思っております。というわけでね、長い間、これなんやかんや言いながら10万円分紹介するのにね、1ヶ月ぐらいかかったんですけれども、いやかなりね、僕自身もこの企画、一番楽しんでたのもしかしたら僕なんじゃないかなと思ってたりもするので、こうね、いろんなデータにね、出会うことができてね、かなり幸せだったなと思っております。というわけで、まあ最終回に、まあ、ふさわしいかどうかはわからないですけど、初期化のデータということで、まあこういう終わり方もね、ありなんじゃないかなと思っております。というわけでですね、10万円分の飛び盛り、無事今回をもちましてですね、すべて紹介することができました。ありがとうございました。というわけで、今回はこの辺で終わっておきましょう。じゃあな。